積み木。おはよう。どうした？別に。自転車なんて珍しい。朝少し寝坊しちゃってな。そう。乗らなくていいの？二人乗りは禁止だぞ。ここまで来れば余裕で間に合うよ。そう。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。オー、オー。さあ、はい、フォー。イエ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 イ。わかってるのかいないのか、最大のミステリー。ダダダダダダダ。ひとりきり過ごす日は今日ぴり何か足りなくて、みんなが揃うとしてな。急ぐついでに早く行って暖房の恩恵にすがろうかと。確かにこの時期は長い時間外にいたくないんじゃよ。夏と冬は外に出るのが辛いですよね。おや、積木さん、コートどうした？クリーニング間に合わなかったのよ。積木さん寒いの苦手でしたよね。ええ。だからユウさんのコートに手を伸ばしてたんじゃね。見てたのね。乙女のロックオンを垣間見たんじゃよ。ほれユウさん、寒さに震える積木さんをカゴに乗せて早く暖かい地へ。カゴか。乗らないわよ。こんな感じ。かわ
籠でも何でも二人乗りはダメ。くしゅ。寒いのか、積み木。うん、大丈夫。マフラー貸してあげるよ。二枚重ねになるけど。よく優しいです。コートだと裾引きずっちゃいそうじゃしね。あれ、こわおお、前方に菊江先生発見。おお、今日は遅刻じゃないよね。あら、皆さんおはようです。バナナで転んだ。感動した。心配しなさい。しかし盛大にすっ転んだな。じゃねえ、滑るまでの一連に無駄がなかった。でもあんなことやってのける人いるもんなんじゃねえ。ああ、他にやれると言ったら姫だけだろう。そんなことないです。私はバナナで転んだことないです。朝からついてないですわ。先生、危ないわよ。姫ち、恐ろしい子。本日二度目の感動がここに。水たまりが凍っていたのね。姫ち、無事か。はい。わ、榊。おは。先生も怪我はないですか。ありがとうですの。今日は朝から勢ぞろいね。合流っていうか遭遇って感じだけどな。エンカウントって言うとそれっぽいにゃん。そう聞くと退治したくなるわね。なんで私を見るんじゃよ。いやー、さっきの先生には驚いたな、あまりの白さに。どういう意味だ。先生の下着白だったようじゃんな。下着。男なら仕方ないよな。俺に同意を求めるな。二人とも、フレンチです。ハレンチな。って俺も。やっとタンが取れるわ。あったかー。来ない。寒い。ついてないぞ。昨日はついてたのに。まだ治ってなかったんじゃね。どういうこと。昨日先生が壊しちゃったみたいなんじゃよ。なんてこと。まさかこんな感じでこけたとか。その通り。今日一日凍えて過ごすのか。ならば私に任せれよ。不安は残るけど、この際治るなら。治せるんですか。ついでに改造していい。却下。普通に治しましょうよ。大丈夫にゃん。設定温度を500度くらいにするだけじゃから。あかんて。暑いわ。今日はですね、先生から皆さんへ温泉旅行のお土産がありますのよ。おー、生菓子なので早めに食べてくださいね。先生、旅行はもしかして彼氏とですか。一人旅ですの。地雷踏んじゃった。踏み抜いたな。ちゃんとフォローしなさい。そうじゃな。姫っちよろしく。姫には難しいと思う。その結婚は作馬です。それ言うなら結婚は人生の墓場じゃろ。あれ、とどめ刺したな。にゃ、貧乏しにゃ。予算それ。何？騒がしいですのよ。よく。あれ。カーブした。猫って前足を掴んで持ち上げるとビヨーンって伸びるじゃろ。はい、2倍くらいに。それはない。何の話？あ、猫を手前。お。にゅん。イオ邪魔。今匂いでイオさんって分かったで。寒いのに元気いいな。
お、子猫か。かわいいな。イオくん、猫好きなんですか？ああ。犬とか猫って抱いてると幸せそうにしてくれるだろう。それが好きで。じゃあ、つみきさんは？つみきさん、小動物っぽいところあるからにゃ。アニオ。私もやっていいですか？にゃー。つみきさんはペットとか興味ないんですか？にゃ。にゃ。犬、猫以外にもハムスターとか。いやね、ペットにしてほしい。デヘペロ、似てたじゃろ。迷い、お前。うわぁ、ウォーゲーズ、ウォーゲーズ。おい、迷いって、何やってんだ。ハロー、榊さん、何か。なんか放送室のマイクの調子が悪いみたいで、見てほしいって。よっからはや迷いは何でもありね。変なやつだよな。お前が言うな。ルイは友を呼ぶってやつですね。それ自分が変って認めてるぞ。あー、マイクです、マイクです。迷いさんの声です。あー、うん。教室内の皆様、正面向かって右手側をご覧ください。壁です。壁かよ。つみきさん、これよかったら食べてみてください。新しいレシピ覚えたので作ってみたんです。ありがとう、いただくわ。私も一ついいかにゃん。どうぞ。どうした榊、ぼーっとして。あー、なんつーか、女の子が3人寄るとさ、かしましい、いやらしいと思わないか。どんなセンスだ。そういえば今日、伊代さん、榊さん、先生に注意されてたねん。なんかあったの？購買戦争に勝つためにショートカット。やっぱ教室の場所によっては出遅れるからな。てりたまサンドが50円セールって半端ねえよな。だから急いでるんだって。あ、これ二人とも廊下は飛べない。と、まあそんな感じで叱られたんだが、こうして無事戦争に勝ってきたわけだ。良い子は真似しないように。二人もね。あ、そうだ、イオ、今日帰りにゲーセン行こうぜって。あれ、迷いはさっきまでいたよな。放送室に行ったみたいですよ、つい先ほど。また修理してるのか。最後にもう一度点検しておくそうです。念のためでしょうね。迷いさんは機械に強くて少し羨ましいです。姫は携帯も使えなさそうなイメージがあるわね。確かにテレビの録画予約とかできなさそう。どうして知ってるんですか。やっぱり。ああ、迷いさんです。今度はなんだ。そんなに身構えなくても。さーて、今日はパーッとやるぜ。ゲーセン、何か新作入ったのか。違う、リベンジだ。私も腕を上げたっちゃよ。それは楽しみです。私も増えとる。出発。よく考えたら、この5人メンバーでゲーセン行くの初めてじゃない。ああ、そういえばそうか。楽しみです。戦いの前にまず喉に潤いを。賛成。イオくんたちはゲームセンターよく来るんですか。榊と迷いとは結構来てるかも。そうなのですか。
そこまで頻繁に来てるわけじゃないけどな。ああ、積み木ともたまに来るな。おー、兄よ。よっしゃ、早速対戦で勝負だ。今日は圧勝してやるぜ。姫たちがいるから一回勝負だぞ。ねね、ん、どうした？レディーゴー。人間の反射速度じゃねえ。しかも即死技容赦ねえ。 KO Perfect。 いいよ、いつの間にそんな強く。今のミニは積み木がやりたいって言うから強かったな。負けた。こういうのって本当に取れるものなのですか？慣れと見極めができれば結構取れるもんだよ。マジ？メルヘンです。ほえー、本当に取れるものなのですね。イオさんのは行き過ぎじゃけどね。姫も一回くらいやってみたらどうだ？そうですね、何事も挑戦ですよね。経験な。横に動かなくなってしまいました。姫面白すぎ。なんで動かないんですか？珍しい生き物がいる。本当に初めてなんじゃね。積み木。欲しいのかそれ？あ、違うわ。違う。取ろうか。欲しいんだろ？そんなことないの。ゲット。取りやすい状態でよかったな。欲しくないって言ってるのに。はい。本当に欲しかったわけじゃないんだから。ツンデレだ。今のはツンデレのセリフだ。まさに今のがツンデレ。はあ。誰か、エアホッケーで勝負でもしにゃいかい？お、やるか。私はやったことがないので。でもこれ4人用だぞ。ならばタッグ戦で決まりだな。意義なーし。じゃあペアは、ん？ダメじゃん。あの二人の間には入れそうにない。だな。何言ってんだお前ら。イオさん、イオさん、ちょっといいかにゃ。なんだ？つけり！おい。姫審判、今のプレーの判定は？審判？続行です。流した。ファイ！滑り悪くないか？空気が出てない。多分時間切れね。制限時間なんてあったのか？知らなかった。俺も同点のまま
まね。白熱したけど決着は次に持ち越したな。そうね。空気出てないけどパックどうするん？とりあえず入るまでやるか。ちょらい！なんの？榊たちが終わったら姫もやってみる？え？あんなの絶対無理です。あんな速度見てるだけで恐ろしいです。そんな感想を初めて聞いたよ。ほんと。お、そういえば俺プリントシールって取ったことないな。私もない。せっかくだし一緒に取ってみる？なんて取る、一緒に取る。そっか。スミキ、画面に顔入ってないぞ。踏み台使う。ここにはないぞ。仕方ない。よっと、撮るぞ。ラブラブですにゃ。ですなぁ。抱っこ。見てたなら声かけてくれよ。だってラブラブでしたからにゃ。あちちちちちち。姫、大丈夫？お前らもういいだろう。痛い。